査定を立ち合い、やけのやんぱち、日焼けのなすび、色が黒いか黒いが色か、色が黒くて食いつきたいが、私は入れ歯で歯が立たない。文政2年の2月にですね、横浜港に黒い船がやってまいりまして、文明開化が起きました。あれはどうして黒かったかというと、日本人が、武士や侍がこの横浜の港にたくさん集まりまして、その迫力に圧倒されました、ね、それでただ口をポカーンと開けてたんで開港したというお話でございます。まだ分かってない人がいますね。やけのやんぱちだよ、ね、そちらで、CD を販売しておりますので、どうぞお買い上げください。今日はただみたいなお値段で差し上げたいところですが、我々も交通費がかかっておりますので、その汽車賃だけで結構でございます、ね、こちらでお買い求めください。楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。続いての曲は夜桜の林という大変に賑やかな曲でございますので、どうぞお楽しみください。Yeah!